いや、でかいなぁ。ちょっと待って、でかい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 。大丈夫だ、安心しろ。さっき胴体が戻ってきたから新しいモードが使えるぞ。新しいモード、うん、おや、ヌカピの様子が。バブーン。なんだ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 いや、宇宙宇宙宇宙何カットイン入った。誰だ誰だ今のばあさんは。ばあさんおったぞ今。誰だ今のは。ん、おめでとう、ヌカピは自由っぽくなった。自由っぽくなったっていうか、ちょっとなんかちょっとなんかサイズ感変えただけじゃんか。イメージのレイアウト変えただけじゃんか。これで俺のマグナムが火を受けるようになった。俺のマグナムが火を受けるようになったってなんか言い方よ。さあルミナ、これを抱えて守るもののケチャップソースをそこらじゅ、そこら辺中にぶちまけて。今言い直しただろ。ちょっと待って、なんか物のからサリンサリンって聞こえない。これはもしかしてお金。なんだと、これは小さくステージなのか。よっしゃ、どんどん稼ぐぞ。ヌカピマグナム、カモン。待って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 、地味にさ、敵がさ、なんか撃ってきてんだけど。でもこういうミニゲームはさ、できんのってさ、こういうミニゲームができんのすごいな。おいおいおい、弾幕系になってる、弾幕系になってる。ちょ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 、弾幕がいっぱい、弾幕が熱い。全員おらんくなっとった気づいたら。このまま先へ進みますか。終了。倒した時231体も配置してたの。経験値46200入手。ボスを倒して、ボスどこにおったんや一体。干からびたスクルスルメガラクタになってしまったわ。なあ、誰かおるな。さあ、私はなぞなぞクイズマン。お前は賢いか。賢い。賢い。うん、まあいいや。ここにはお前たちが今一番欲しいものがある。しかし、とっても頭を使う問題を言えよう。やだな、自分漢字もダメだしさ、あのなぞなぞもダメなんだわ。それがどうしたってのよ。たとえ難問だろうが、ルミナの頭脳があればどうにかなる。ちょっと自信なさそうだねそれより本当に欲しいものなんでしょうね。ルミナとムカピは同じものを欲しがってるってことある。本当だ。じゃあそれぞれ欲しいものを同時に言ってみよう。必ず同じものを言うはずだ。言う絶対違うもの言いそう。ほんとかな。じゃあ行くよ、せーの。うん、巨万の富。全然やないか。てんてんてん。よし、このゲームのルールは至ってシンプル。5体のモンスターのうちの、ああ、本当のことを言っている。そういうやつか。他の4体は嘘をついているぞ。真実を見抜き、アイテムを持っているやつを選ぶのだ。ちゃんと解けるようになっているのか、当てずっぽうを片っ端からやってもどうにかなるクソ仕様だぞ優しい、ありがとう。そういうさ、なんか真実を見抜くっていうやつは俺苦手だからさ、ありがたいわそれは逆に。ベロリンか、
ブブリンチョが持ってるよ。お前はパピリンってやつだな。パピリンのやつは嘘ついてるぜ。ブブリンチョかタマリンが持ってるざます。パピリンかボロボロボンが持ってるやれ。タマリンは本当のこと言ってるんやれ。俺が持っているボロボン。それ正解だ。お前たちでこれをプレゼント for you。プレゼント for you。ちょっと、綴り良くなんでやめて。あと、俺、やりました。ちなみにこれ、どう解いたかっていうとですね、当てずっぽうです。ムカペの全身が揃った。全身が揃ったのかぁ。嘘、これでムカペの全身が揃ったね。なんやこの実写映像は。どこで撮ったんや。外か。あほ、ラグが吐くんだよ。ほあ、は、歯がない。歯がないと。え、歯がないだって。ちょっと笑ってもうてるやん。いや、かわいそうに。最後は歯を探さなきゃなのね。というか、脳に直接語りかけてたのはもうできないの。うん。うん。笑った。笑った。いかにもラスダンっぽいとこに来たよ。左、転送装置。ガラクタ吹き替え場、右。なにこれ。私は死ぬの用心棒。ラスダンっぽいだから、二つ入れんだ。死ぬの用心棒。あ、敵なんだ。クモリンズ。勇者のきらめき、曲。え？ぶん回す。ヌカピがいなくてもいつ使える優れもの。寸止めするか。寸止めと、おお、創造神の横暴。全敵を抹消する。ザクセンのみ使える。確かに、作ったのはぬかつけハリピーマンさんだからね。確かに創造神という意味では間違ってはいないか。痛いな。割とスパーク2はそのまま使ったら強いぞ。いけ。低温調理器で料理する。低温調理器を使用する際は食材を。じゃあ使ってみるか。勇者のきらめき極。どのぐらい強いんだろう。強い。あ、強いわ。クソゲーではないぞ。じゃあ4つ集めたいんで。なんやねん、ルミナは装備できやんのかい。じゃあどうなってる？うわあ！ちょっと待って、ステータスおかしくない？ステータスおかしいよ。ルミナこんなんなのにさ、ヌカピこんなんなってるよ。なんでもありじゃん。もうなんでもありじゃんか。歯がないって言ってたけどさ、大丈夫かな？歯がないって言ってたけど、そのまま言っていいんかな？じゃあ行くか。あれ、この扉バリ強い。封印みたいなので開かない。ほらほらほら。ほらほら。なんだって、あかん。何言ってんのかさっぱりわからん。どうしよう。何か鍵があるのか、それとも魔法をぶつければ解除できるのか。やほ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 。あ、入れ歯つけてあげるから。簡単不簡単不疑問不簡単不簡単不疑問不簡単不疑問不。で、入れ歯を渡すのね。ほら、金の入れ歯よ。おじいさんのこちらの傘がまだあるけど、ないよ、話よ。
なんだこれ。人のいればつけんのちょっとな、嫌だな、確かに。まあそれは講習もあるだろうな。よかった、喋れるようにはなってるみたいだね。え、そういうのはさっき何か言いかけてたけど、どうしたの？いや、俺がこの結界を破ることができるぞ。多分その能力を恐れて魔王が俺のことをバラバラにしたんだろう。え、マジで？なんか連れてきててよかった。じゃあ、一個、そのまま開け、ごま開け、ごまありがとうの勝ち、行こう。おぉ、くさ、くさ、金の入れば臭いんやな。さあ、魔王いますね。これ何？どこへ行こうというのかねって言われちゃったよ。じゃあ魔王さん話しかけますね。ねね、大宮ぬかぴか、どうやって体を元に戻したの？ルミナと声優一緒になっちゃってんじゃん。もう女性魔王じゃん。じゃあお前、魔王め、よくも俺のムッキムキボディを四方八方へ飛ばしてくれたな。この勇者ルミナに手伝ってもらって体を取り戻したんだ。はて、体を取り戻したとてなぜ喋れるんじゃ。歯だけはわしの手元に残した。歯を持ってんのお前かい。赤の他人の老人のベッタベタのくっさくさのゲットギトの入れ歯をつけるはず。赤の他人の老人のね、しかも返してないっていうね。あ、歯はすげえゴミよ。そこじゃない。環境破壊じゃ。魔王、これ以上罪を重ねないで。ぬかぴ姫はどこにいるの？ぬかぴ姫はここじゃ。あ、牢屋。実写。姫、待ってろ。すぐにそこから助け出してやる。あなたは魔王に体をバラバラにされちゃう人じゃない。ユーゾンマ、ちょっと、ケオってね、今、咳込み入らなかったか。任せてぬかぴ姫、ルミナがその魔王をぶっ飛ばしてあげる。えい、ぶっ飛ばした。ああ、魔王様が戦闘入ることもなく、吹っ飛ばした。ね、ぬかぴ姫、魔王やっつけたよ。早くここから出ようよ。ルミナ、あなたを殴り落としてくれたね。何？どういうこと？あれ、まさか？愚かな勇者ルミナめ、よく俺の体を取り戻してくれた。そして憎き魔王まで倒してくれるとは。まさか？俺はそんなこと一言も言ってない。俺の体を取り戻すためだけにお前についてきたのだ。声の抑揚ちょっと変わってんだけど。しかしまさか本当に魔王城までたどり着くとは。なんアクセントどうなってんねんお前。どうせ途中でお前はくたばると思ってたから。なんで、なんで入れ歯入れとるからか。入れ歯入れとるからか。抑揚がないぞ。声の抑揚がめちゃくちゃになっとるぞ。何言ってるの。そうだよ、魔王はちゃんと倒したじゃん。それでぬかぴ姫を助けてハッピーエンド。王様からシャリウッツンがプリンもらって玉座を奪うまでがシナリオでしょ。玉座奪いたかったんだ。ルミナ、
だから咳込むな途中で。大きなお友達。それじゃなくて、まあ魔王じゃなくて、まあ王様よ。まあ王様よ。まあまあ王様。なんや、ま、王様って。ま、王様って誰やねん。とりあえず、ぬかぴ姫をこの部屋に持ってこよう。そっち行くかな。まだ王様。もう、無事じゃったか。こっちのが安全じゃ。だって、レミナたちはどうなってやる。何、戦うのか。咳込むな。勇者ルミナ。いや上半身だけやねんけど。じゃあヒュンってさせるか。ヒュンってヒュン。いた。そうか、最強武器持たせてるからね。じゃあ、そろそろとどめよ。いっけろエンターキーをプッシュボタン連打。え？ジャンプして攻撃を避けろ。連打し続けると、耐久できるよ。エンターキー、ゲームパッドやってるんですけど。ウニが飛んできたらキャッチだ。そのまま投げ返してヌカピに攻撃できるよ。逃走開始。なるほどね。なんか知らんけどシューティングゲーム始まったわ。よし。ああ爆発した。ああくるくるしとる。勝利。え、どうなんの。痛い。親父にも殴られたことないのに。殴ってないじゃん。ウニ投げただけじゃん。ちょっと寂しげな BGM 流してるけどさ。なんでこんな奥地にいんの。気づいたか。確かにぬかぴ姫はさらわれてはいない。自分の意思で魔王についてきたのだ。まあ監禁されてたからね。なんで、どういうことよ。俺がぬかぴ姫を連れ去ろうとしたから。魔王がかくまうためにここに連れてきた。はあ、はあ、めルミネちゃんめ。俺はぬかぴ姫を愛している。初めて見た時から俺とウリ二つでなおかつ美しい容姿と中性あふれる佇まいで思わず一目惚れしてしまい、そこから眠れた夜を24時間365日毎晩欠かさず過ごしてるうち、いつも俺の目に焼き付けたお二人が前席の めちゃくちゃや。マシンガントーク待ち。途中から半切りやんけお前。
まあその口ぶりだと一応自分がヤバめな、ヤバめなストーカーや。あるんですよね。認めたくはないが、真相心理的に感づいている気はしている。そっか。でもわざわざここに連れてこなくても、ぬか美城なら十分警備は充実してると思うんだけど。あ、それな、私王様と喧嘩して絶交したんじゃ。だから王様の手を借りず姫を助けようとして。喧嘩した。まあ確かにね、魔王と 王はね、あの相入れんもんだからな、しょうがないわな。まあ私も不器用じゃからな、連れて行くときに多少ぬかぴ姫を脅かしてしまったが、まあ結果オーライじゃろ。で、ぬかぴは反省してるの？はい、体がバラバラになってくるので返していたします。もうこのようなことストーカー行為は一切いたしません。だがしかし、魔王に個人的な恨みはやっぱりまだあります。うん。あ、魔王様、このようにぬかぴは言ってるけど、魔王様的にはどうしたいですか？そやつは反省しておるようだが、やはりあの気候を見た以上信用ならん。それに逆恨みでいろいろしてきそうで怖い。ということは、ぬかぴは魔王様に復讐したいだけで、もう姫に手を出さないし、魔王様はぬかぴがいなくなれば姫を返せると。ってことはさ、どっちかが倒されればぬかぴ姫は無事に城に帰れるんだよね、ルミナ。あ、そうだね。いやね、ルミナは姫を無事に城に返せばクエストクリアだし、王様から報酬ももらえちゃうから、正直どっち倒しても問題ないのよ。どっちを倒す？ぬかぴ、ま、王様。じゃあ生産者さん、ちょっとすいません、私ね、ここはセーブポイント入る場所だと思ったんですけど、ぬかぴさんを倒そうと思います。こうなればやるしかないか。ラストバトルだ。やばい、ラストバトルだ。低温調理器で料理する。低温調理器を使用する際は、やばいな、回復一応持ってるか。回復持ってるな、一応。低温調理器ね。で、HP を回復して、普通に強いぞ、これ。あ、でも、弱くなってる。弱くなってる。ちゃんと弱体化してる。大胸筋パンチ割と強いな。あ、勇者のきらめき極み、やっぱ終わった。うわぁ、爆発した。やったルミナ、これでぬかぴ姫も城に帰れるわ。ありがとう、ルミナ。まあ、王様、気持ちいい。もしよかったらまたプリー何件するのかな、これお金だよ。そんなことある？あるよ。ごめんね。はあ、結局ぬかぴ姫帰ってこなかったし、王様にも怒られるわ、報酬もないわで最悪。もしあの時魔王様を倒したらどうなってたんだろう。まあそれは回収しないといけないエンドですね。まあぬかぴ姫が幸せならいいか。おやすみ。あ、終わったー。終わったなー。まあなんだ、一言で言う感想を言うんだったら、まあクソゲーではないな。うん。ちゃんとなんか MV でさ、スクリプトとかも使っとったってさ、ありがてーじゃねえんだわ。スクリプトとか使ってたし、いろんなもの使ってたからさ、全然クソゲーじゃないぞ。うん。ただ、これをクソゲーするのはもったいないっていうぐらいだな。あじまい
いや、これはクソゲーだわ。ここムカピさんのパートじゃなかったっけ。というわけで、魔王様を倒してみたいと思います。よろしくお願いします。何？やば。何？やば。ごめんね。とりあえずこっち行くから待ってて。来ちゃった？来ちゃった？来ちゃった？何を待ってんじゃん。わしはムカピ姫を守ろうとしたんじゃぞ。そんなのあんまりじゃないか。すまん。すまん。どっち応援してんのよ。え、魔王じゃん。いやいやいや、魔王じゃん。ま、王様。こっちと戦う、ルートもあるんですか。魔王の攻撃、そんな強くない。魔王様、そんな強くないぞ、これ。攻撃しかしない、こいつ。トルネード。ちゃんとトルネードとか撃ってくるわけな。てか、王様って何なの？ウェポンカース。アタック下がった。あ。倒した。爆発した。ルミナ強い。ちゃんとムカピ姫助けられたし、ああ、王様にも感謝されて、報酬も思ったよりいっぱい。いやー、人助けってやっぱり勇者の喜びだよね。またこれからも勇者の修行を頑張るぞ。おやすみー。あ、ホラーだ。ちょっとホラーだ。エンドがホラーになってる。あの後どうなったか言うまでもないわな。やばいわ。ちょっとホラーなエンドでしたね。いやでも、面白かった。素直に。ルミナさんのさ、ルミナさんのさ、仕事量パないな。おちまい！というわけで、クソゲー RPG と言いましたが、対してそんなにクソゲーには思いませんでした。はい。これをクソゲーにするにはもったいない。なんか短編の普通の RPG だったと思うよ。うん。ただ、悪目立ちしすぎだわ。